今週から4時キャッチでは毎日阪神淡路大震災にちなんだ企画をお届けしていますが、今日は美味しいグルメをキャッチする木曜もぐもぐ、そして震災を経てもなお伝統の味を残すお店を取材しました。神戸市灘区、阪急王子公園駅から歩いて5分の場所にある洋食店千引屋。この店の看板メニューポークチャップのこだわりは、豚ロースにかけられた濃厚なデミグラスソース。60年前の開店当初から継ぎ足されてきた秘伝の味です。宿題終わりましたか？ママ、どうですか？美味しいですか？今日も美味しかった。え、今日も満足？震災や夫の死を乗り越え、今も地域に愛されながら3代目の店主が守り続けています。こんにちは。どうも。千引屋の3代目小山紅さん、満州で生まれ20歳の時に神戸へやってきました。あ、やっぱり文化も違うし、生活習慣も違うし、二十歳やし、友達いない。もうすぐ不安定で、もう日本もなんか、日本でなんか行ったぐらい、もう中国帰りたいと思ってね。そんな折、千引屋の二代目、重吉さんと出会い結婚。子育てが一段落した後、店を手伝い始めました。しかし、地震の時はちょうど寝てる時間やから、夢がなもとで、あ、これ地震や、みんな外でわーわー言うて、で初めて気づいて、店もね全開やしね、家も全開。あ、そうなんですか。もうドアが傾いて出られへん状態で。震災で何もかも失ったあの日、ただ一つ残っていたのがこのデミグラスソースでした。輝いてますね、綺麗な色。いただきます。美味しいですね。引き継がれたソースの味もそうなんですけど、はい、またニンニクもいいですね、はい、震災の時に、はい、ソースはたまたま、いや、ソースは親戚の家に持っていて冷凍してもらってましたからね。あ、じゃあそれで受け継ぐことができた。そうです。つなぐことができたんですね、はい、以降地域に愛される洋食店を目指して夫の重吉さんと二人三脚で歩んできましたが、その重吉さんは一昨年がんで他界。主人の味と私の味全く違う。せやけど主人はこれ以上店継いだらお前の味の持っていったら大丈夫ですって言って、俺の味、お前の味、別に同じしなくてもいいですって言われて。小山さんは震災を乗り越えた千引屋の命デミグラスソースを一人で守り続けています。味はどうですか？変わってませんか？先代がレシピちゃんと書いて渡しとったんだけど、で同じようにしたんやけど、やっぱり若干ちゃうかもわからんけどね。でもまあほぼ一緒やんね。じゃあ近づいた、うん、まあ近づいたというのもそうやし、やっぱりというのも、まあ、彼女なりのまた味が出てる。千引屋のポークチャップ、受け継がれたデミグラスソースに加え、小山さんの人生が隠し味に感じました。主人亡くなる前に、お前も頑張って
俺があのようになったら一生懸命応援するから、あのようにも働くから、お前頑張ってねって泣きながら二人でここまで来ましたので、またどうぞ召し上がってください、はい。その話聞くとまた味が変わってきますよね。味でも私もなんか思い出してしまって。美味しいです。小山さんのご主人が癌になってお店で働くことができなくなった時に、阪神淡路大震災の時の借金があってまだ返されてない、返せてないと、どうしたらいいんだと悩んでいたそうなんですね。それで私がやるしかないと店を後を継いだ小山さんですし、そのポークチャップも今生きてるんですけど、サニーさんいかがですかね。いや、あのね、文化であろうが 食であろうが、こうやって残すっていうのはやっぱ大事ですね。受け継がれるっていうことですね。もうね、次の人にこうね、こう知られていくっていうのがね、まあ、それよりもね、あのこの番組ちょっとね、予算あんまりないかも分からへんけど、そうですね、ポークチャップ食べたいよね。それを持って出してほしいっていうことですね。そうなんですよ、やっぱりね、あの料理を紹介した後にすぐにここにこうね、バーッとこう出てきてほしいんですけどね。毎回ちょっとそれぐらいしよう。わかりました、あの個人的に一緒に藤岡さんの、 あの給料減らしてもいいけどね、ポークチャップは出しましょうよ、ほんまに。まあね、あのこれ、まあ、それはまたさておきなんですけど、はい、常連客の皆さんで毎日こう来てくれる方、毎日来てるんですか。1日2食食べる方もいらっしゃる。ポークチャップ2回、まさに常連客が応援団になって支えてくれてるみたいな、ね、大事ですよね、やっぱりそういうのってね、はい、でまたあの天国からね、旦那さんも支えてくださってるんじゃないかなと思いますね、うん、